S&WM27 はアメリカの S&W 社が開発した回転式拳銃である。当初はその名を冠して単に357マグナムと称されレジスタードマグナムの名でも呼ばれた。これらの名は1957年にモデルナンバー制度が導入された後でも引き続き通称として用いられている。本校では基礎となった M27 のほか。 後年に発売された派生型である2種類の M627 及び M327 についても記述する。本銃は357マグナム弾と同時に発表され、その使用に公式対応した同社発の量産銃であり、357マグナム弾という比較的小口径ながら強力な実縦を採用していることからより大口径の 44スペシャル弾のために設計された大柄で、思いが耐久性の高い N フレームを用いて設計されている。これは、先行して1930年に発表された、38、44ヘビーデューティーなどと同じアプローチである。同中で用いられていた、38、44ヘビーデューティーは、単なる、38スペシャル弾の競争弾というよりは、 357マグナム弾に帰結する試みの一つであり、実のところシリアルナンバー上は本銃は3844ヘビーデューティーと混在している。1935年に発表され、当初は一般販売は行われず、特別注文のみで購入できる限定品の扱いであった。そしてまた注文時に重心潮、グリップ、サイト、トリガー、 ハンマー、仕上げ等を細かく指定することができ、通称のレジスタードマグナムの名は、1939年までは購入者には引き渡し時に品質保証書を兼ねた所有者登録書が発行されたことに由来している。そういった経緯から銃の表面は丁寧に仕上げられており、フレームトップの反射防止用の細かく掘られたチェッカリング、より細かく調節できる、 リアサイトが装備されているなど、当時としては、高級な拳銃として位置づけられている。3.5インチモデルは、ジョージ・パットン将軍がサーと共に愛用していた。また、ベトナム戦争時のアメリカ軍特殊部隊員も、接近専用やバックアップ用として、個人で所持していたとの情報がある。21世紀に入り、2016年現在となっても、M27 は、 クラシックスシリーズという形ではありながらも S&W 社のカタログに記載されており、4インチ重心モデルと6インチ2インチ重心モデルが販売されている。M276 インチニッケルメッキモデル M27 は、本銃の普及版と位置付けられている1954年発表の M28 のかには、重心長のか、製造時期による使用の災害には長らく公式の バリエーションモデルが存在しなかった。第二次世界大戦後のスミスウェッソン社のほとんどの拳銃には、モデル番号に6の字を冠するステンレスモデルがラインナップされているが、本銃は酸化焼き入れ処理の施されたもの以外には、ニッケルメッキモデルがあるのみで、材質はスチールのみであった。発売開始から半世紀以上経った1989年には、 材質をステンレスコートし、シリンダーを側面に、溝のないノンフルーテッドシリンダー、重心を M586、686と同じ、バレルアンダーラグを持つ51、2インチのものとしたモデルが、M627 として発売されたが、重心側面の刻印に、357マグナムモデルオブ1989とあったことから、M627 の名称よりは、 S&W モデルオブ1989の名称で知られている。この初代 M627 は1989年から1997年の生産停止までの間に約5000兆が生産された。PCM627、M27 や M28 はフレームが前日の通り大うがらないのフレームである分、シリンダーも大きいので細身の 357マグナム弾ならば7から8発分の収納スペースを作ることができる。このため、アメリカの射撃愛好家たちによる多弾層化カスタムが数多く制作され、1996年には S&W のオフィシャルカスタム部門であるパフォーマンスセンターによるカスタムモデルという扱いながらシリンダーを8連装とした公式多層弾モデルである PCM627 が生産された。この新たな M627 は根本から絞り込まれたような独特のバレルシュラウドの形状からコンデススラブサイドバレルプロフィールの通称があり、2.625インチ重心のスナブノーズモデルのほ四、4、5、6.5インチ重心のバリエーションがあり、この他に重厚にシルバーカラーの取り外し可能なコンペンセーターを装着し、 バレルシュラウドをフルカバータイプとしてトリガー他を高精度のものとした競技用カスタムモデルである VCOMP がラインナップされている。M327PD2003 年にはパフォーマンスセンターカスタムの一つとして PCM627 の重心を2インチとしフレームの材質をスカンジウム合金、バレルシュラウドとシリンダーの材質をチタニウム合金とした M327 が発表され、2004年にかけて、少数生産された。これが市場で好評を博したため、S&W では2006年に、同じく、パフォーマンスセンターカスタムとして、M327M&PR8 及び、M327TRR8 を発表した。両モデルともシリンダーとバレルシュラウドの材質を、マットブラックフィニッシュのステンレスとし、 5インチのバレルの上下面にピカティニーレールを設けたもので、他にも部位、のっちり野菜とフレーム内側にスチール製の耐熱ガード等を備えている。M&PR8 は警察及び軍事組織向け、TRR8 は競技用として販売され、TRR8 はピカティニーレールが取り外せるようになっていることが特徴である。2008年にはさらなるバリエーションとして、 4インチ重心にアンダーラグの、あるステンレス製バレルシュラウドを持ち、ハイビズ集公式、フロントサイトと調節可能な部位、ノッチリアサイトを備え、スカンジウム製、フレーム、チタン製シリンダーを持つ M PD、M327PD、2.5インチ重心とし、シリンダーとバレルシュラウドを、スチール製とした、M327NG が発表された。しかし、 これらのモデルは2016年現在では S&W の公式カタログに過去の製品として記載されているのみである。ありがとうございます。